い、おはようございます。プチ王でございます。今日は島らっきょうでまた作りましたよ。これです。ちょっとしょぼく感じるかもしれない。らっきょうが強いんでインパクトがあるんで、これだけでも白飯がいっぱい食えます。はい、ということで。食べたら寝る。うん、らっきょうがといいんじゃん。もうこのぐらいの量で結構うまい。あと見て、しょぼいとか、なんか、焦げてるとか、その細かったりとも最初に出てきます。わざとしました。おいしい。うちの親とか、これ焦げたらガニになるとか言いますけど、このぐらいの量だったら一生と言ってもだ、なんていうのかな、300円ぐらい食べても大丈夫って言ってましたよ、研究家が。だっておこげとかあるじゃないですかね。美味しいですよね。うまい。この今食べるだけ専念して食べて、どかしで食べましょう。ご飯がもっと進むように、皆さんもこれを使ってください。あの人も入れてますから、これをここに入れるんじゃないですよ。ここにでもいいんですけど、ここにがいいです。これはもうらっきょうのふりかけみたいになるんで、ここに入れます。こうするとこれがまたうまい。うん、らっきょうがうまい。カツオらっきょう。うん。らっきょうはですね、検索してみたら分かるんですけど、塩レモンで醤油かけて、カツオかけるんですよ。これ一つ出てきますよ。これでもいいんですよ。らっきょう。それでご飯にかける。最高です。最高だと思います。まあね。カキカキって。まあお客さんにさ。あの人はいつも天ぷらにしろって言うんですよ、自分がやれないのに。らっきょうって天ぷらもいいんですけど、結構やってみたら思ったんですけど、こういう炒め物に最高ですよ。あとキムチで炒めるとか、麻婆豆腐って相性がいいかもしれない。麻婆豆腐だから、どっちみち沖縄の人が弁当買うんで、現場の人が入れても怒らないと思うんですよ。あの人はダメなんですよ、それが。あの人はですね、
嫌いな人がいるっていうの、いるっていうの。だからダメっていうの。だけど料理すべてにニラ入れてますよ、自分の。僕はあのニラ嫌いなんです。なんか嫌いな人いるじゃないですか、身近に。でもやり続けてる。じゃあ、ここ雑貨入れてもいいと思うんですよ。皆さん、沖縄の弁当屋さんじゃ、雑貨を栽培して、入れると、繁盛すると思いますよ。雑貨って、結構いっぱいできると思うんですよ。栽培したら。こういうのを使うといいと思う。沖縄弁当らしくて。お好み焼き屋さん、お好み焼き、らっきょうのお好み焼き、あと天ぷら屋さん、らっきょうと、らっきょうで、らっきょうだけってやったら居酒屋なんですけど、ボリューム出さないといけないんで、魚肉ソーセージと一緒にやるとか、安くで。ほら、うん、マルチどこだ、ね、沖縄の方言でガッチョって言ってました。揚げたらガッチョ、あのこの前のガッチョ美味しかったって。ガッチョってなんかあんの、僕はあんまり使わないですよ、ガチョウって言葉。ガチョウみたいですね。あの、自分で池袋出身って言った人が、あのガチョウ美味しかったねって言って。日本語なんですね。本人は池袋出身って言ってたんです。うん、途中先に食べ過ぎた。なくなってます。あ、なぜなってるかって言ってですね、貧乏だからお湯を沸騰させてるんでしょ。私よくあの海湯っていうんですか、沖縄ではさあゆって伸ばすんですよ。普通だとさゆって言うと思います。日本語だと。沖縄はさあゆって言います。醤油、さあゆ。そのさあゆを今作ってるんです。あと、沖縄そばだしを、あれ、ホット、あれなんですけど、ホットプレート。なんていうんですかね。あれを常に温めてないと、沖縄そばってですね、熱くないと美味しくないんですよ、ぬるいと。だから、温めてます。いろいろあるんですよ。美味しく食べさせて、お客さんを待って、見ながら、眠っててはできませんよ。こういう作業は。あと、三品茶をガブガブ飲んでも、お金なくなるだけですよ。ガブ。飲んでますよ。見えるんですけど、座ってるんです。微動だにしないんで、多分見えてると思う。横になればいいですけどね。どうせなら。あの、もしですね、らっきょうのこの、島らっきょうって、あの、今、市場ができてますよね。売ってるんですけど、もし、県外でやったら、あの、らっきょうは普通に甘いらっきょう。あれいいと思いますよ。あれ美味しいと思うんですよ。あのらっきょう。ほんで、あのらっきょうかくって、
あれと一緒につけると、あの中には多分いろいろこう調合して、まあリン酸は入ってないと思いますけど、なんかこういう配合すると浸透しやすい何かあると思うんですよ。色付けやすい。あれこの島らっきょうを少し入れてつけとくと簡単に浸かるんでいいと思いますよ。増量する分でいっぱいあるときはいらないです。あとピンクのなんていうんですかね、漬物あるじゃないですか、弁当屋さんですか、ピンクの桜みたいな桜漬け、あれに入れるとピンク色になって美味しいんですよ。また漬かりやすいんです。大根も普通に漬けるよりも少し2割ぐらい、20% ぐらいはああいう漬物を入れるとうまいでしょう。なぜかって言ったら、私は調味料メーカーにいたんで、あの配合って、あの味の表面にはつくけど、素人がやると中にはいかないんです。あんまりなんかソルビトールとかいろんなものが漬かりやすいんですよ、多分わかんないって調べてください。だから調べる以前に私はああいう市販のものを一緒に入れると美味しいですっていうことを母ちゃんに言ってるけど、やってくれません。らっきょういっぱいあるじゃないですか、島らっきょう。それにきゅうりのきゅうちゃんあるじゃないですか。練り込んだらうまいと思いますよ。あれも漬かりやすいんで、なんか固定観念で何でもこれだ、これあれだあれ敵割られてる。聞いてたんだ、もう来んの母ちゃんはですね、自分の味を出したいんですよ。自分の味でうまいものそして提供してここまでこの弁当大きく来たんで、それを人のパクってっていうのは一番あの人はやりたくないんで、いいことです。あの人は弁当のプロだからですね、弁プロ、ノンプロじゃないと弁プロなんで、ちゃんと食べました。中身は見せません。これはプライバシーの侵害です。これを片付けしてここを直ちにしておしゃべりします。ごちそうさまでした。私よくごちそうさまっていうの忘れてますよね。まだ終わってないんですよ。ですから今日だけはごちそうさまです。これ1年分、YouTube は2年やってね、2年分ごちそうさまでした。ありがとうございました。